はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、スパークリングワインです。100%。リンゴ 100% の珍しい、日華の、日華ウイスキーが、作るシードルという、シードルのスイート。アルコール度数が 3%。果実酒。となってます。日華シードルスイート。リンゴを丸かじりのみずみずしさを楽しむことができる、糖分、香料、着色料を一切加えない、リンゴ 100% のスパークリングワインです。で、200ml ミリですね。原材料がリンゴとリンゴ酸と酸化防止剤となってます。これね、賞味期限がないんだよね。珍しくね。3% ぐらいだったら賞味期限ありそうなんだけど。これだいぶ前に買って、飲み忘れてたんで。それじゃあ飲んでいきたいと思います。アルコール度数 3% か。普通ワインはね、ブドウですって。ブドウではなく、リンゴを使ったワインと。それでは乾杯。うわ。ああ。なんか白ワインっぽい。味が。なんかね、白ワイン。の味がするんだけど、でもリンゴ 100% っていうほど、リンゴ 100% ジュースっていうよりは、の味っていうよりは、やっぱりワインのブドウの味がする気がするな。これがね、やや甘口。で、これ 200ml 200円。結構高い。やや甘口。ああ、白ワインが基本みたいですね。で、ロゼもあるみたいですが、赤ワインはないみたいです。シードルとは、日本も戦前からリンゴ果汁とアルコールを混ぜたリンゴ酒というものがよく飲まれていました。ニッカーでは、フランスのシードルを参考に日本人の味覚に合う砂糖も水も加えないリンゴ 100% のシードルを開発しました。さらに改良を重ねていった1980年代、イギリスでの流行に後押しをされて大ブレイク。低アルコール、低カロリーのシードルは、女性たちの間で大人気。1998年、みずみずしいリンゴの味と香りを楽しめる新しいシードルを開発。美味しくて体に優しいシードルに生まれ変わりました。2003年のリニューアルでは、お酒としての満足度アップのため、アルコール度数を少し上げ、低温発酵技術をさらに進化させました。昔ながらの製法でリンゴ本来の甘みを生かしたスパークリングワイン、シードル。伝統を守りながらも、時代にマッチするよう少しずつ改良されているのです。だって。
でも、スイートってほどスイートじゃないですね。リンゴ 100% ジュースというか、かなり甘みが抑えられてる。で、結構酸味があるかな。なんか、まあ美味しいけど、なんか微妙だな。リンゴチューハイ。リンゴのなんか、まあでも、ほとんど白ワインだね。なんか甘い、甘めの白ワインって感じがするな。リンゴらしさがあんまりない気もしなくもない。まあ普通じゃねこれは。そんなに美味しいとも思えん。しかも値段も高いし。2443です。ご視聴ありがとうございました。